はい、木村農園です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。収穫の秋ということで芋掘りの方をやっていきます。先にですね、ここのところ試し掘りをしてみました。こんな感じでね、そこそこの大きさになっていたんで、まあ大丈夫だということで本格的に掘っていきたいなと思います。結構ね、草の方がたくさん生えてしまってるんですが、まあ釜でね、草刈りをしていってっていうところなんですが、ちょっとね、楽をしようと思って、これ斜面を草刈りするスパイダーモアですが、こちらの方を利用して草刈りと、あとね、茎、じゃがいもじゃない、さつまいもの茎、つるを切断していきたいなと思います。草刈りの刃が8枚刃でフリー刃で回転するんで、葉っぱの部分はかなり粉砕するんですが、茎のところは残ってしまいます。残った茎のところは釜で手で切り取っていきます。ツルを切り取るとき数十センチ残しておくと、後で芋の場所がわかるのでいいです。そしてユンボの登場です。一家に一台あると思いますが、このユンボで芋掘りの方をしていきますが、まず黒マルチを剥がしたいので、ユンボの爪を入れて黒マルチの方を外していきます。ユンボを使ってやるっていうと少し大げさに思うかもしれませんが、ここもともと田んぼやったんですよね。土がね、粘土質なんですんごい硬いんですよね。でスコップとかで入れても手で掘ってもね、すごい硬くて大変なんで、このようにユンボがあるから使っています。でこの後もね、このユンボで芋掘りしていくんですが、案外ね、ユンボで掘った方がね、綺麗に掘れます。砂地だったらね、もう手で引っこ抜くっていうこともするんですが、私は重機あるんで使っていきます。
ました。買って130円の買って、うん、ポイントが330円、すげーと思って車に乗りました。まだあったん、自動販売機に飲もうと思ったら帰ってきたら、うん、では買って、掘った芋から芋づるを何や剪定バサミで切り取って、で、うん、何じゃそらって、え、何でもない、うん、いや物の名前とか忘れん、忘れる、うん、そういうお年で、はいはい、で芋づるを切って、でここで乾燥してからコンテナに入れます。芋おばちゃんの評価すごかったな、評価っていうかいいねが、これ50メートルあって、まだあと2畝います。芋集め終わりました。熱い熱い、1箱2箱、3箱、4箱、4箱ちょっと成績悪かったです、この畝は、うん、あとの2畝に期待していきます。昨日と2日目になりました。今日もじゃんじゃん芋掘っています。真ん中の2畝目の芋を掘り起こしました。今ここ3畝あったところ、2畝真ん中の2畝目をユンボで掘り起こしたところで、昨日はねここ、今芋があるところ、ここが昨日1畝目、ここ掘り起こしたんですが、 4,5 箱と成績が悪かったところです。これが昨日2日目で、3日目がここ、あと明日4日目、順番に芋掘りの方しています。ここを掘り起こしてね、今から茎の方、つるの方をハサミで切っていきます。である程度乾かしてからコンテナに入れますね。よいしょ、おばあちゃん、誰がおばあちゃん。おじいちゃんやったっけ。飯抜き、今日もか、飯抜き、今日の日もこれ、今日は巾着入れてる。今大きさをねある程度分けながらつるの方を切っていきます。よいしょ、熱い、終わりました、お腹すいた、2畝目終わりました。残り1畝こんな感じ、 1,2,3,4,5,6,7、 昨日が4かから5やから、まずまず収品6の、うん、昨日な収品が少なかったからな、はい、帰ります。続きはまた明日。一番最後の4畝目の芋掘りが終わりました。さあ次は芋拾いです。暑くない？こんな帽子までかぶって。昨日より。うん。今。テンポラン。もういい、消して。収穫、芋の収穫終わりました。
今日の最後のところで 1,2,3,4,5,6,7 箱、7箱収穫です。でこれでね 1,2 週間ねちょっと涼しいところに置いて追熟させたら出荷です。合計何箱やったかな、わからないけど今シーズンの芋掘り終了。ではでは。